はい、今回ですね、米粉の海苔わさび味ですね。これちょっと食べたことなかったので購入してみました。はい。ですね、裏を見てみると、原材料はですね、うるち米でアメリカ産と国産のものを使っていて、植物油脂でごま、食塩、でんぷん、砂糖、昆布シーズニング、昆布のエキスですね、入ってるんですね。あと海苔パウダーとかエビパウダー、本わさびパウダーとかですね、そういう感じのものですね、入ってますね。で、調味料とか香料なども入っているということです。甘味料としてスクラロース入ってますね。はい。こういう感じです。米粉やっぱりですね、パリパリっとした食感でとても美味しいので、ビールとかのおつまみとかですね、すごくいいですね。はい。ごま、ちょっとですね、入っているのが見えますね。で、海苔がかかってるっていう感じですかね。こういう感じです。一つ食べてみますね。はい、まずですね、食感がすごくいいのと、まず最初にわさびのピリッとした辛さといい風味がきますね。で、その後にこのお米の味と、海苔で、最後にですね、こうよく噛んでるとごまの風味もですね味わえて、あと後味にですね、最後の方にもこの米の味ですね、残るなっていう感じで、すごくですね、このサクサクの食感ですね、美味しいです。はい。海苔わさび味ですね。ビールのおつまみにぴったりだと思いますので、購入してみてください。